このチームは北の大地で進化を続けている。もっと先端を意識してほしい。はい、必死にみんな新体操が好き、勝ちたいと思って集まってきて、ひたむきに練習してる。一つの作品を全員で作り上げて、本番一発で3分だけの勝負をみんなで抱き合って、よかったよかったよかったって、あの瞬間がたまらないです。青森市中心部から車でおよそ20分、今回の取材先、青森大学。2002年に創部された新体操部は現在全日本インカレを18連覇中。誰もが知る名門だ。いかにしてこの青森の地に最強チームが生まれたのか。自分がウェイトしたり体幹したりやってから、固まってるこういう股関節とかほぐしてからまず柔軟やって、アイソレーションっていうトレーニングがあるんですけど、首だけを体からなんか体の表現力が上がったり。率いるのは中田義満氏。2002年の創部当初から監督に就任し、現在もチームを統括している。まあ、日本古来といいますか、日本人的といいますか、あの練習の過程ではこう緻密な作業があってね、一つの作品を作るのにこんな緻密な作業があるという、一人でできないものをこうみんなにこうサポートを受けながら一つの作品を作っていくという、そこがやっぱり魅力かなと思ってますね。まあ、泥臭いところじゃないですかね。本当に必死にみんな新体操が好き、勝ちたいと思って集まってきて、それに向かってひたむきに練習してるとこ、優しいところ、みんな優しいなと思う。非常に仲良くていい部分ではあるんですよね。俺がっていう選手がまずいないっていうのは、この強いやつが集まって、そしてこういう方向ができるよねっていう固まり出したものが、やっぱりそこにもうみんながこう絡んでくると、もっともっといい状況になるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。コロナ禍の中で、大会も危ぶまれてる、今予定としてはやってくれるということにやっぱり感謝しなきゃいけないし、その目標的なものとすればやはり連覇、団体であれば連覇、個人であればやっぱ上位独占っていうのはもうずっと決めてきた今年度の目標だったので、そこを達成したいなとは思ってます。もともとバク転がしたいというみんなが見ているとは思うんですけれども、バク転がしたいということでたまたま入ったのが体操教室ではなく新体操教室だったので、そのまま続けてっていう形です。他の競技と比べて表現することができることがすごい私の中で魅力で、私もなかなか人前で喋ることが苦手なんですけれども、やっぱり自分が思っていること、感じていることをやっぱりそれぞれ表現できること、個人だったら1人で、団体だったら6人の思いとかを表現できることがすごい新体操の魅力だなと思っています。強みはやはり全員で同じ方向に向いて日本一を目指しているところがすごい強みだと思います。一人一人選手とは思いが違うんですけれども、新体操で日本一を取るっていうところに向かってやっているところが、この青森大学新体操部のストロングポイントだと思っています。やはり優勝ですね。そこに全てかけているので、個人団体ともに優勝を目指して頑張っていきます。テレビを見てて、結構あるあるな始め方なんですけど、こうテレビに出てる人がバク転しててそれをやりたいと思って、なんか前転とか側転とかやって遊んでて、それが好きでテレビを見たのがきっかけです。一つの作品を全員で作り上げて、それを練り上げて本番一発で3分だけの勝負をして、決まったねってこうみんなで抱き合って、よかったよかったよかったって、あの瞬間がたまらないんです。
構成の面白さと運動量の多さ、他のチームにはないこう一本の演技を見た中で、ここをこうしたら見てる人はどう考えるかなとか、さらに一回り進化させるためにはどうしたらいいのかっていうのを、まず構成をとても考えて、面白い構成っていうのはやっぱ強み、まあ、インカレに関しましては僕としてはもう4年間で最後の全日本インカレとなるので、永田先生、斉藤先生はじめたくさん先輩先生に出会ってきて、そこで指導していただいたものを自分の代でどう出せるかっていうのが、まあ、僕の代はこうだったっていうのをしっかり示せるようにしたいです。練習後、選手たちは厨房に立つ。これも修行。自炊生活は何年目ぐらいですか？今4年生なので、4年目です。結構各自に任されている部分でもあるんで、うん、めっちゃうまそうですね。今日は親子丼です。はい。大体いつも自炊なんですか？あ、そうですね。みんなここで作って食べてます。やっぱ運動するので、タンパク質とかあんまり偏らないように野菜も一応取るようにしてます。新体操のトップ選手としてだけでなく、一人の人間として己を磨いていく青森大学の選手たち、その姿こそ最強のチームではないだろうか。